もうジョーにいろいろ教わりたい。何を教わりたいんや。教えることないよ、マジで。お嬢、先生に向いてる？向いてるかもね。もうちょっと頭が良かったな。なきり先生。お、なきり先生っていいの？なんか良くない？なきり先生って呼ばれるのはいいな。でも小学生とかに、なきり先生これ教えてください。いいよ。何を教わりたいかな？何を教えてほしいの？でもなんか小学生ぐらいのレベルでしか無理そう。もう中学生とかなんて無理やろな。反抗期がいっぱい。やだー。なんか、じゃあ授業始めますよ、みたいな。あ、先生うざ、みたいな。言われたら泣いちゃうかも。ごめんってなっちゃうよ。なきり先生マジうざいんですけど、みたいな。えぐい。泣いちゃうよ。涙流しながら黒板に書いてるよ、多分。みんなに背中見せてるのが今。えぐいよ。ね、小学生ぐらいがいっちゃいいよ。ノリとテンションも合いそうじゃない？だよ、小学生にめっちゃ好かれてたよ。昔。なんか小学生と同じレベルみたいな絡まれてたしね。あい、ラキリー、あいみたいな。言われてたけどね。なんか交流会みたいなのがあったんよ。一回。なんかそう、小学生と絡む機会があって。めちゃくちゃなんかね、慕われてたね。絡まれてたよ、小学生。テンションが同じになったんだろうね、多分。こいつは怒らないって舐められたか、溢れ出るお姉さん属性に惹かれたか。いやー、前者やね。多分舐められてるね。でもなんか後輩とかにめっちゃ好かれるタイプだったかも。自分で言うのもなんだけど。後輩とは結構仲良かったかな。話しかけやすいのあったと思う、多分。めっちゃになんか先輩っぽくなかったしね。まあ、今もそうだけど。まあ基本舐められてたのかもしれない。悪く言えば。悪く言ったら舐められてる。二期生さん。いや、これでも二期生なんだけどな。でもなんか先輩とかにはあんまり好かれなかったね。あんまり。先輩からはね、嫌われてたまであるかもしれない。いや、昔はね、いや、今はね、今は年上の方とか、なんか結構、慕われるんですけど、昔はね、年上めっちゃ嫌われてた。なんかね、鼻につくんだろうね。なんかね、可愛げがなかったんだろうね。